ジョン・スペンサーの肖像画ジョン・カンフィールド・スペンサーはアメリカ合衆国の政治家。ジョン・タイラー大統領のもとで陸軍長官と財務長官を歴任した。1788年、スペンサーはニューヨーク州ハドソンにおいてアンブローズ・スペンサーの息子として誕生した。1807年、スペンサーは法律を学ぶためニューヨーク州オールバニにおいて 当時のニューヨーク州知事ダニエル・トンプキンズの秘書となり、1809年に弁護士の認可を受けた。また同年、エリザベス・スコット・スミスと結婚した。その後スペンサーは1811年にニューヨーク州カナンデーグアで弁護士業を開業した。1815年、スペンサーはニューヨーク州副検事総長に就任し、ニューヨーク州西部の5つの軍で地方検事を務めた。 そして1817年から1819年まで、アメリカ合衆国下院議員を務め、第二合衆国銀行の運営に関する委員会で、初代尊い、ウィリアム・ジョーンズの豊満な経営を批判した。1819年、スペンサーは、アメリカ合衆国上院議員として、推薦を受けたが、投票によって敗れた。その後、1820年から1822年まで、 ニューヨーク州会員議員を1825年から1828年までニューヨーク州上院議員をそれぞれ務めた。1829年、スペンサーは反、フリーメイソンの旧先法であったウィリアム・モーガンの失踪事件を調査する特別検察官となり、その後1831年から1833年まで再びニューヨーク州会員議員を務めた。 そして1837年、今日オールバニに移した。1838年、スペンサーは、フランスの政治思想家、アレクシス・ド・トクビルが表した、アメリカの民主政治の英語版を出版した。翌1839年、スペンサーは、ニューヨーク州州、ストム長官を務めた後、ジョン・タイラー大統領の下で、アメリカ合衆国陸軍長官と、 アメリカ合衆国財務長官を歴任した。スペンサーは1841年から1843年までアメリカ合衆国陸軍長官を務めた。スペンサーは陸軍長官としてイギリスとの間の共同領誘致であったオレゴンにどのような形で国境線を引くかという問題に取り組んだ。自然の良好に富むピュージェット湾を獲得し、そこに海軍基地と 中国貿易の拠点を作ろうと考えていた合衆国は北49度線を国境として主張した。だが、コロンビア側までを獲得したいと考えていたイギリスは、この要求に応じなかったため、合衆国内の傍聴主義者からは戦争の声さえ上がるようになった。スペンサーは、このような合衆国内の機運に対し、あくまで穏便に解決することを第一に掲げ、 イギリスとの接触に努めた。スペンサーは八百四十三年から八百四十四年までアメリカ合衆国財務長官を務めた。財務長官就任後間もなく、スペンサーは直近三年間の国庫の歳出が歳入を大幅に上回っていることを発表した。スペンサーは前任のオルター・フォワードと同様、関税を重要視し、国内税ではなく関税の増税によって、 連邦政府の赤字を穴埋めすべきであると考え、茶やコーヒーなどの商品に対する関税率の引き上げを遂行した。その結果、1842年には1998万ドルであった、歳入が1844年には2932万ドルに増加し、520万ドルの赤字から698万ドルの黒字へと財政収支を大幅に好転した。 だが、南部の利益を追求した、タイラー政権において、唯一の北部出身者であったスペンサーは、タイラーの下で務めることを徐々に困難に思うようになっていった。そしてタイラー大統領が、テキサス併合を打ち出すとスペンサーはそれに、反対の意思を表明し、1844年に、財務長官を辞任した。財務長官退任後、スペンサーは、 アメリカが州国最高裁判所長官に推薦されたが上院によりスペンサーの就任は拒否された。その後1855年、スペンサーはニューヨーク州オールバニで死去した。スペンサーの遺体は同市内のオールバニ田園墓地に埋葬された。ありがとうございます。